皆さんこんにちは。葉山の簡単カタカナ英会話です。今回はテスラ、車のテスラですね、のモデル X について私ちょっとびっくりしちゃったんで、皆様にもシェアしようと思ってあげます。案内してくれるのは、YouTuber のバイリンガールちかさん。この方もずっとやってまして、この方は、小学校から大学卒業するまでアメリカのシアトルで暮らして、週末土日は日本語学校に行ってということで、日本語英語がペラペラな方です。でこの方が、このテスラモデル X に乗ってその感想を言ってたので、皆さんとシェアしたいと思います。で英語も一緒にやりますので、どうぞお付き合いください。それでは始めましょう。Not at your like typical rental car location. We are in the middle of the road. And this is the car we're going to be renting today. I don't know if the rent アプリを使っています。どこでも受け渡しというか、無人で受け渡せるようにアプリを使ってアンロックをするんです。ドアの開け方も、ドアノブがないんですね。何もない。で、アプリから、なんか番号かなんかを入力するらしいんですね。だからドアの取っ手はないというので、プリティクール、かっこいい、プリティクール、これを今日覚えてください。プリティクール、かっこいい。プリティっていうのはよく使うので、プリティクール、プリティキュート、プリティゴージャス、いろいろありますので覚えてください。It's pretty cool. Oh, did you guys hear that? Just unlocked. There we go. Oh. This is the Tesla with the crazy door. How do I open it? Well, that part's not too crazy. あ、後ろもシートになるんだ。そう、すごい。3列シートですね。難易度は慣れるに時間がかかりそう。もうできないもんね。そう、こうやって回せないんだよね。みたいな、こうしなきゃいけないですね。 F1 みたいな。どうなんだろう。Right here, and this is the first interesting thing that does not look like your typical car keys. It's a card.Says tap key card here and press brake to drive. Oh, and it comes with this big screen. これあれがないんだよ。普通さ、シフトレバー。あ、long press for park swipe. おお、ちょっと待って、これはちょっと。お、指でこうやってやんの？そう、まあマニュアルじゃない限りそんなに頻繁に買えないもんね。確かにこんなでっかいものがいるのかっていう ね、もう無駄を極端に省いた。あ、そこ、いや、これちょっとね、いや、ちょっとこれはない。うーん、そこがない。ちょっと微妙ですね。これ、これがないのはちょっと嫌かも。ひっついちゃうんだよね、私。あ、でマップがここにも出てる。すごいね、このさ、話し具合がわからないな。アクセルの話し具合が、こういうターンの時にさ、クリープできないの不便じゃない？しませんでしたか。日本の誇るトヨタが
果たしてステラを超えられるのかどうかとても心配になります。生産量ではもうステラの方が上回っていますし、他の自動車会社も相当競っているようですね。さてこれから車はどう発展するのでしょうか。英語において一ついいところは、世界で一番の最新のものの情報を得ることができる、画像も動画も得ることができるというのが英語の強みかもしれません。皆さん興味のあるところから英語を勉強してみてください。今日はここまでです。 I see you later. Bye. Thank you for watching. Please subscribe.